それでは聖書を開いて行こうといたします。創世記です。十九章になります。十九章全体を進むことになりますけれども。長いのでお読みするところは十五節からにいたします。それでは創世記十九章の十五節から。 ししばらくお読みいたします夜が明ける頃光飼いたちはロトをせき立てていったさあ早くあなたの妻とここにいる2人の娘を連れていきなさいさもないとこの町に下る罰の巻き添えになって滅ぼされてしまうロトはためらっていた死は哀れんで2人の客に。 ロト妻2人の娘の手を取らせて町の外へ避難するようにされた彼らがロトたちを町外れへ連れ出した時主は言われた命がけで逃れよ後ろを振り返ってはいけない定地のどこにもとどまるな山へ逃げなさいさもないと滅びることになるロトは言った「主よできません」 あなたはもべに目を留め慈しみを豊かに示し命を救おうとしてくださいます。しかし私は山まで逃げ延びることはできません。おそらく災害に巻き込まれて死んでしまうでしょう。ご覧くださいあの町を。あそこなら近いので逃げていけると思います。あれは小さな町です。あそこへ逃げさせてください。 あれはほんの小さな町ですどうかそこで私の命を救ってください。主は言われた「よろしい」そのこともあなたの願いを聞き届けあなたの言うその町は滅ばさないようにしよう。急いで逃げなさいあなたがあの町に着くまでは私は何も行わないからそこでその町はツアールと名付けられた。お祈りします。天の神様 今日もアブラハムの出来事を通し、ロトを通し、聖書を通し、創世記を通して、私たちに語ってください。私たち、聞きます。御霊の助けを与えてください。ロトの姿の中に、自分の姿を見ることができますように。全身全霊を傾けて、自分の命を救うことができますように。 またそのことは家族の救いになり周りの人たちの救いになってきます。どうぞしよう。高い山に、アブラハムがいるところに、祭壇が築かれているところに、十字架のところにまでとどまることなく私たちが逃げ延びることができるように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン 今日の2言葉は創世記のアブラハムの10回目になります、えーえー、ここの17節に命がけで逃れ,逃れよ後ろを振り返ってはならないこれを神戸学聖書では逃れて自分の命を救いなさいとなってますから今日のメッセージ題は自分の命を救いなさいっていう題にいたしました 前回一人の擬人についてお話をしました。三人の者が来ました。一人は神様でありました。そして、このソドムの調査に行くということでした。ソドムの叫びが私たちに届いているからでありました。そののようにして三人の者が行き そそしてそこからですねこのアブラハムがそれでは50人いるならば45人いるならばって言ってこの養成したことについてお話をしました10人いるならば滅ぼさないのか実際には10人もおりませんねたった一人のギチンイエス・キリストですイエス・キリストによって全人類が救われていきます全義なる者一人だに成し遂ります19章の一節をご覧ください。 二人の御使が夕方ソドムに着いた時一人の神様はアブラハムと今とどまっておりますそこで神様についてきたところの二人の使いがまずソドムに行きましたロトはソドムの門のところに座っていたロトは彼らを見ると立ち上がって迎え地にひれ伏して行ったと言って私のところにお泊まりくださいと言ってもてなしを始めてきました ここのところから3つぐらいのことがまず分かります。何がわかるかって言うと、第一番目はロトは20年前にこの土地にでこの命を失おうとしたんですね。北の4人の王たちが攻めてきて、自分たちの5人の王の連合が負けてしまって、完全に奴隷として連れて行かれてる。途中途中に。 アブラハムが家の者318人を連れてそこを救い出したんです。ということはここでロトは考えなきゃいけないはずだったですよね。なななぜ自分がこんな風になったのかしかもそれを救いに来たのはお家のアブラハムですそこに明らかにロトは神様の恵みっていうものを見て取らなければならなかった。 本来だならそこから「おじさんごめんなさい」「自分勝手に定置を選んでこんなところに来てしまってこんなふうになってしまいました」「どうぞおじさん連れてってください」と言うべきじゃなかったですか。しかしロトはそれをしてなかった20年過ぎて次には門に座ってたってことを書いています。 大概こういった町の当時の町にいて自分たちの門に誰が出入りするかそれをチェックするのは大きな長老たちの仕事でしたですから多分ロトはですね自分のののおじさんん功績によっってこの町は助かったんですですから「あああなたのおじ様がおじ様が」って言って多分ロトは相当あがめられたと思います。 そしていつの間にか、えー、代議員になって、えー、あれになってこれになって,これ,なってこれになってってです、ね、この町には非常に有力な人物になっていた座ってたってことそれが分かりますですから彼はそのソドムがあの神様を裁きに遭うあったんですしかしそれを悔い改めないでそれにもっと深入りしていきましたそれそこに座ってたんです 3番目に分かることありますしかしロトの心は本当に満たされてなかったということですなぜならば2人の使いが来たときにロトはこれが普通の人じゃないっていことがすぐ分かりましたというのはそれは前アブラハムと共に神様とかいろんなことを体験してるからなんですね霊的な体験を持ってるからこれは普通の人じゃないだからロトはすぐ さあおいでください私の子に来てくださいロトの願いは何だったんだろうか自分がどうしていいんだろうかって聞いたかったんでしょうかそういったことを聞きたかったに違いないんですですからロトの心の中には在籍感って言いでしょうかねそういったものを持ったまま彼は生きていたと思いますしかし20年間 どっかに行くでもない、離れるでもない、いよいよ深入りしながら。後わかります。自分の娘たちもですね。ものすごくこのように深入りしているっていうことが。そのことえでもわかります。ロトは町の門に座っておりますけれども。この意味するところは、本当にまた私たちに対するメッセージでもあります。四節に。 彼らがまだ床につかないうちにソドムの町の男たちが若者も年寄りもこぞって押しかけ家を取り囲んでわめきたてたこの二人の人が確人となってロトの家に来たっていうことを見てた人たちがおりましたそうしたらですね町の男たちはわーっとそこにやってきた「年寄りも若者も」って書いてるんです。でこここの何のの何たたためにに来来かっていうならば今夜お前のところに来た連中はどこにいる ここへ連れていこの「なぶりもの」っていうことは言語では「性的な」っていう意味にとれるそうですですから明らかにこれ同性愛ですよね同性愛その来た人は普通の一人もなもか非常にこう立派そうな顔形も良かったのかもしれません天使ですからですねもしかしたら本当に講談師だったかもしれない、まあ、言うならば今で言うなイケメンだったかもしれませんね そうしたらこの争うようにしてその男を出せ殴り者にするって言いますそして公語訳聖書ではその男を知ろうと書いていますですからこちらがもっと訳としてはいいですねアダムはエバを知ったというこれは性的な関係を表していきますだからこの男たちはですねそれをしようとしたってことはこの町がどれほどまでに乱れていることか荒れているのか そういいったことをこここととをからも伺い知ることができます。しかし我々は彼を知ろうと言ってですねこの「ロト」の方にこの押しかけてきます8節からどうも聖書っていうのはですね本当に嫌なことを隠さないで書いてしまっているんですね。 そうしたらロトがですね、どうしたかというとどうか皆さん乱暴なことはしないでください私に2人の娘がいますからその娘をどうぞと言ってしまいましたこれもどうでしょうか実は私はこのとこで,ですね大失敗したことがあるんですあるメッセージの時ですねこう言ってしまったんです私だ 娘じゃゃなくてて妻を出すって言っちゃっ言ちたんですね <laughs> でもこの真意をですね今ちょっと弁明の場を書いてですね弁明の記者会見をさせてもらいたいと思うんですけれども、まあ、自分の娘があの時に10代の後半ぐらいだったんですねですから自分の娘なんかを出すなんてこととても考えられない妻だったら後で自分で責任を負えばいいとそんな単純な思いを持ってですね行ったら本当に貧しく買いましてそしてこの清野さんはひどいっていうなことになってしまった なんで,すね、でももちろんもっとやっぱり良くないことはロトは自自分分でででで出出てていいくくべべききすすよねしかしそうでなくして自分の娘だ妻だってでもよく考えてみると私やってるんじゃないですか。自分の身っていうものを守るために子供たちや妻たちをこの世に 出していくこの世に任せていくこの世の人たちの言うのにそれに任せてしまうってことがあるとするならば霊的に言うならば私たちもこのこのとをやってますねそのようにして妻や子供たちがどれだけこう傷ついてしまうだろうか私も本当に思います。伝道伝道道 と言って朝から晩までやっていくけれどもいつの間にか子供たちやその妻たちをですねなんか自分の手から離して自分を守るためにはちょっとそれを我慢してくれ我慢してくれこれ当然だから我慢してくれってやってしまっていくそれはもうちょっと霊的に深くにならばそれとも同じことをやってきてしまっている。本当にいざとなったら 人間は娘であろうが妻であろうが自分を守るために差し出してしまうそのようなものだということをここで知らされますそれに対して神様の裁きそれがこのこれからなされようとしてきます神様は思いつきで何かをやる方ではありません18章の21節でも下っていって調べる と書いてますそして今の13節においても「実は私たちはこの町を滅ぼしに来たのです」「大きな叫びが主のもとに届いたので主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです」と言ってこの警告を与えてきます。しかしかこここでですねののの多く人人たたちちははンクリスチャンの人たちは じクリスチャンであったとしても、神の裁きっていうことに対して、正しい。この理解をきちっと持ってない人たちがとても多いようです。まず、よく言われるのは聖書の神様は愛だ。愛なのにどうして裁きを行うかっていうことです。そして、旧約聖書を見ると神様はあそこで何万人殺した。あそこで何万人殺した。あ、そこに人をよを下して、ソドムとゴムラも滅ぼしてしまった。 まあ、同性愛をして罪を犯せる人はしょうがないとしてもそこにはまだ生まれたての子供もいるではないかと言われてしまった時に皆さんはそれに対してどのように聖書的に弁明しますか聖書が何を言っているかということをはっきりとそこで語ることができますかどうでしょうかそこでここでののの聖書の裁きということの 根本をちょっと押さえておきたいと思うんですけれども結論から言いますと神様は裁かないんです神様は裁かないんです。と言ったら嘘になるんですけれども神様は人を裁かないんです神様は人を裁かないためにご自分の一人をイエス・キリストを裁いたんです。ですから神様は 罪は裁きます徹底的に裁きます義と聖なる方ですからですから義っていうのは罪に対してこれはこの断罪すべきで聖っていうのはこのしかし神様は愛だからこの人間の罪に対して人間を裁くんじゃなくして愛だから自分を裁いてしまう。 だから、イエス・キリストを私に使わして、イエス・キリストを裁いてしまった。十字架っていうのは、神の義と愛が会えるところ。十,十字架のもとと、糸やすけきって、賛美歌ありますね。本当に、だから、十字架っていうのはですね。この神様の義と愛が、そこで、交じるところなんで。ですから。天から、いお。 下して火でこの人たちが滅ぼされたって言うんですけど根本的にはこうです木があるとしましょうか木がこう立って立派だったとしても小さくてもいいとしましょうその木の根っこはもう腐っているとしましょうかこれが罪を犯されるっていうことですでも神様はある一定の期間その罪を犯された木であったとしても根っこが腐ったとしてもありとあらゆることをもって支え続けてくださいます ししかしその木は神様が支えたとしても外部から支えたとしてもその木が生き返るのはその木の命としてイエス・キリストを受け取らない限りはその木は必ず倒れるんです。そしてその木が風がちょっと1年早く吹いたか3年後に吹いたかというだけのことなんです。そのようにして風が吹けば倒れるんです。 それを神様は今ここでは少し早めただけだからみんなは神様から離れてですね神様の栄光を失っているから霊的にはもう死人なんです罪人なんです死人なんですよねだからここにイエス・キリストを受け取らなければ死んでしまう一箇所聖書を開きましょうヨハネエル福音書3章18節 3章16節は皆さんよく読みますけれども、18節はあんまり読まれないんです。ないがしろにされてしまいます。167ページ、新京都約聖書。 16節にはこの聖書を一言で言うならばこのことだって言葉が書かれている有名な言葉があります。それは神はその一り子をお与えになったほどによう愛された一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは本当にその通りです。しかし18節にもしっかりと目を注いでおかなければなりません。18節はこうです。 あ17節も言います神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであるそして18節に結論みたいなことが書いています御子を信じる者は裁かれない信じない者はすでに裁かれているいいですかすでになんですねだからこれからに体が死んでしまってそして死んだ後に 死ぬことと死んだ後神に裁かれるってことが決まってるから、だから神様体を脱ぎ捨てて神様のとこの行った時に私たちが裁かれるっていうことではないっていうことなんです。そうじゃなくて今神様の命を持ってないっていうことがもう神様の裁きの中にいることなんだ。そのことをですねはっきりと皆さん知ってほしいと思うんです。もちろん。 聖書全体を見ますならば幼子がここで死んだ時にどうなるのか私は神様は一人一人に対して必ず責任を持つ方だということを信じますそれがどのような形であるか分かりませんですけれどもですからとにかく大事なことは気がついた時にいつでも全世界へ出て行って福音を伝えよ 父と子と聖霊のやってバプテスマを授けようっていうこのことの命令に私たちがですね。しっかりと従い続けていくこと。これはとっても重要です。神は十分に調査しております。神は請求であることはありません。 ルカニル福音書の13章の6節8節には一軸の木がですねもう実を結ばないという時にもうこんなの切ってしまいましょうって言ったら「あ,あ待ってください待ってくださいあと3年待ってください」と言いましたこれが神様の心です。民数記の14章の18節には「主は忍耐強く慈しみに満ち罪と背きを許す方」。 と書いてますけれどもしかし罰すべきものを罰せずには置かれないとも書いてますそうです神様は私の罪を罰するのですイエス・キリストの十字架において罰したのですだからあとはもし私たちが神様の裁きを受けるとするならば神が私を裁いているのではないんです そうではなくして自分で自分を裁いているだけのことなんです神様の裁きは終わったんですどうぞこれが聖書的な基本的な神様の裁きであるということを皆さんがしっかりと心の内側に蓄えて聖書を読んでほしいと思いますしまた人々に説明してほしいと思いますまあ、この説明はとても難しいことですけれども ソドムとゴモラへの警告はもう20年前にも行われておりましたにもかかわらず彼らもまたそれを悔い改めることはできなかったんですロトの心も腐っておりましたそこにどっかりと座りそれを享受しその繁栄を享受し自分の娘たちに神を伝えることもできずにまた自分の娘たちを犠牲にしても自分が助かろうという思いもあったことから見て ロトは本当にこのお傷んでおりましたね。自分で自分どうしていいかわからないそういったようなものになってたということがはっきりとわかります。十、えー、この八節ごめんなさい十九章に帰ります。十九章の十五節から先ほど読みお読みしたところですけれども。 ここからですねこの天使たちはこのあ14節にこの向こうの家族のところを連れてきなさいっていますやはりこの娘たちがですね選んだ向こうも全く神とか何かってことはなかったようですね後にアブラハムに一人子イサクが生まれますイサスがかかなり年取ってから イサクが結婚したのはもう40歳ぐらいになってしまうんですけれどもそうなってからですねアブラハムは嫁を取らななきゃいけないけしかしエリエゼルを使わせた時にこの地方の娘ではダメだだからあなたは波乱まで来なさいそしてそこに親族がいるから親族の中から嫁を取らなければならないと約束させました何を約束させたんでしょうかアブラハムの願いは 信仰です本当に信仰を持つ娘でなければならないと言ったんですそれが第一条件だと言いましたそれに比べるとロトは本当に自分自身がそのようですから子供たちに対してはっきりと福音を語っていくこともできずにおったということもここにおいても分かりますそれに対して15節から夜が明ける頃つかえたちはロトを「 このせきたててさあここから出なさいっていうんですけれどもロトはですねなかなか出れないんですねそして十六節にロトはためらっていたと書いていますですからある意味でこれ強制ですね強制的に天使が連れ出したんです 彼らは行きたくないんです娘なんかましては行きたくないんですねロットの奥さんも行きたくなんかないんです後で振り返るの見ても分かりますでも神様強制的に連れ出したなぜ強制的に連れ出したかというならばこれはアブラハムの祈りですアブラハムの祈りに神様は答えなければならなかったんです彼らは行く気がないんです このことは、また私たちにとても大切なことを教えてくださっております。神の強制的な憐れみでした。ロトへの神への憐れみが与えられたのは、アブラハムの祈りでしたね。皆さん、皆さんは神様を動かすような祈りっていうことを、 どうでしょうか。どれだけできるでしょうか。二つ重要だと思います。本当に神様を動かすことはできるって言うのはですね。二つ。一つは御言葉に対する確信。聖書全体。もう一つは本当に。ただ祈っていくっていうですね。神様の憐れみと祈るっていうこの二つ。まず御言葉に対する確信っていうのは。 実は今日の修法のところのメッセージのところにこんなところを載せたんですねこれはとても重要なものですからこれに載せましたのでちょっとご覧ください。百人隊長がですねイエス様のとところに来てああお言言葉を下されば大丈夫ですと言いましたその時にイエス様はですねこれは素晴らしい信仰だと言ってその通りになるようにって言ってイエス様は行かなくても神戸を癒しましたね。これは 一つにはですね、目言葉に対する確信なんです。が神様を動かすっていうことです。確信っていう言葉、これはここだけで聖書でここだけに使わされてヘブルビテテムの11章の信仰とは望んでいることから確信しまだ見てないことを確認するってこの確信っていう言葉がですね、これは裁判用語だそうです。要するに判決を下すっていう意味なんだそうです。 ですから信仰とは私たちがある面で神様の言葉に対して判決を下すことです。もちろんその判決っていうのはこれは神様正しい正しくないって神様で物言うんじゃないですよ。神様の言葉に対して自分がどれだけ信じてるかっていうことを判決するっていうんです。ですからあなたが信じるならばあなたの家族も救われるって言った時に、ああ、 うちのあの娘だったらいい子だから救われるかもしれない方がダメだって言えばですねこれはそのように確信したっていうこと判決したってことですね神様に対してそうすると神様はその信仰に応じて働くことができるけれどもそれ以外のことは働くはできないようになってしまうっていうのはそういった意味なんですそうするとこの百人隊長はこのイエス様に対してイエス様はですね言葉をかけならばこうなるってうことは本当に確信したんです だからイエス様の言葉をこの百人隊長はイエス様の言葉だったら私が言ったってそういうふうに聞くんだからイエス様の言葉は絶対に成就するっていうこと裁判この百人隊長は判決したんですね。そうしたら神様はその判決に対して答えなきゃいけないその通りにしなきゃいけないこれが一つもう一つはやっぱりここにいね祈りだと思います。 アブラハムがですね50人ならば40人ならば30人ならば10人ならばって言ったこの祈りこれに対して神様は聞かざるを得ないんですこの「ロト」に関しては特に後半だったと思いますね。祈りのしつようにっっていいく神様は聞かかかななきゃいけなかっただから 一人一人の天使がですねそれぞれを手を引っ張って強制的にも連れ出せなければならなくなってしまったそして私たちはこの強制がなければ実は人間とといいいうののは動くことができないものだと思います私の兄がこの数年前に北海道に行った時ですねこ,のこう言ったんですね定年になったら俺だって教会行くよって言ったんですよ ところがギリナでは信じてるんですねその子どもたちも聖書日課を読んでまあ、クリスチャンならな、ね、読んでくれてるんですけれどもでも来年その次の年行くかなと思ってやっぱり行ってないんですねいつか行くよいつか行くよって言ってる。何か神様の強制がないとですね人間というのは行くことができないようでありますね まあこの2年前にちょっと軽い濃厚的なことが起こったっていうからこれがチャンスと思ってですねちょっと祈ったんですけどまだ言ってないようでありますまあ、そのようにして何かのこの強制っていうものがこれ必要ないと出ることできないですね榎本康郎の一日一章のこの創世記の19章の中にこういった記事がありますからこれ読んだだけでもメッセージがありますのでこのお読みします 立ってこのところから出なさい主がこの町を滅ぼされます主の使いがロトの娘婿たちにこう告げた時彼らはその言葉を信じなかった聖書はそれは婿たちには戯れごとに思えたと記しているしかしこうした言葉への不経験はロトの婿たちだけではなかったロト自身もこの言葉を耳にした時彼はためらっていたと聖書は記している。 ただ主が彼の手と彼の妻の手娘の手を取って連れ出し町の外に置いたので彼らは滅びの町ソドムから脱出することができたのである。聖書はこのことについて主は彼にれれみを施されたのでと説明している。手を取って連れ出し町の外に置かれるということはロトや彼の家族にとって必ずしも喜びではなかったことであろう。 人間誰にとっても強制されるということは嫌なことである信仰生活においてもできれば自分の自由意志で信仰を生活をしたいと願う自分の都合のよい時に自分の気持ちの熱した時にと願うものである今はそっとしておいてくださいそのうちまた気が進むようになったら自分から求めてきますから私たちはよくこんな言葉を耳にすることがある。 しかしロトとその家族が主に手を取られて連れ出されることなしに御言葉に従えなかったように私たちも助け主なる主の強制なくして決して十字架を負うことはできないのではなかろうか。カール・バルトはマタイ14章22節以下の公開説教において強いて弟子たちを船に乗り込ませというところで次のように語っている。 イエス・キリストの教会とは一つの束縛が存在する場所だそれによって人間の行為が限定される束縛それについて何ら議論の余地のない束縛我々が自分のために選んだのではない束縛またそこでから我々が自分を解放することのできない束縛しかしまた同時に その中において我々が自分の道を正しく歩む確かさと慰めを持つ束縛このような束縛の存在する場所がイエス・キリストの教会なのであるもうちょっとあるんですけれどもここで終わりをしましょうロトたちが出たのは強制的なある面で束縛だった私たちは教会で生活するときに また信仰をもっっててて霊的なところにおいて付き合っていきくからこそここそにおいいてて罪が現れていく教会はただ罪を許し合うとこではなくしてまず罪が現れて一人一人がイエス・キリストにその罪を差し出して許すことができるのは人ではないキリストに許されなければこれは本当の許しい愛にはなっていかないんですね。 本当にそれぞれがキリストに許されてそのゆえに許し合っていくとなったならば本当の兄弟姉妹としての歩みが始まってことができますそのようなある面では教会は束縛があるべきです自分の思いが解けられるところでは決してあってはならないと思うんですねお互いにそこのところは愛を持ってチェックしていかなければなりません さて神様はこの,この時にはもう主が届いてここに来ておりましここには3人の者たちがおりますそして主は彼らに言ったんですねここから逃げよう3つのことを言いました第1番目に後ろを振り返るな後ろを振り返るな第2番目はこの低地にとどまるな3番目は山まで行けと言いました 後ろを振り返るな私はイスラエルに2度旅行しましまた1回目の時は分からなかったんですけど2回目の時にこのバスにマイクロバスに乗って行く時ですね皆さん歯会のほとりの歩いて皆さんご覧くださいあそこにあるあのちょっとこう,こういったのがあれがロトの奥さんですってですね <laughs> このアナウンスがありました。塩の柱になっていまだに残ってるって言うんですね。 ま、本当かどうかは別としまして、ロトの奥さんはその一生の柱になってしまったと書いてます。ここについては今日はメッセージいたしません。特に大切なことはですね。山に逃げようって言ったことです。山に。山にというのはどこかでヘブロンです。ヘブロンっていうのは視界からずーっと上がった。ところでアブラハムがいるんです。そこに。 そしてアブラハムはそこに祭壇を築いてそこで生活をしてたんですよね。ですから神様が「行け!」って言ったのはアブラハムのところに行けそしてアブラハムに聞いてアブラハムが築いている祭壇に行けそれは十字架まで行けと命じたんです。十字架までです。 私たちが自分が罪が分かるとか何かじゃなくしてそれやっぱり十字架まで行くここにおいてのみ私たち自身の解決はここから出てくるまた教会もそうですねやっぱり十字架まで行行って行かなきゃいけなけいいここをあやふやにしてはならない途中でとどまって「あああの町が小さな町ですから小さな町ですから」って言って。 ロトは2度も言いましたねロトの頭にあったのは何だったんだろうか私はソドムでこれだけのこのことをやってきたから小さな町に行ったらまたそこでも自分の思い通りになると思ったんでしょうかそういった思いもあったかもしれませんね。要するに自分ででととかなるっていうう意味だと思うんですしかし自分で自分の罪は何ともならないんですね。 あるいは私たちが互いに許し合って励まし合って乗り越えましょうって言ってもそれも何ともならないんですやっぱり私たちはお互いいにに十字架に行くしかないそれにおいて本当の解決がそこから出てくるだから私たち教会は本当に愛を持って一人一人がキリストの十字架に行けるように後ろから支えていく励ましていく。 自分もまたそう,いうふうにしてもらわなければ自分の罪なんか気がつきませんからそう,いうふうにしていただくっていうですね真実な霊の交わりがこそ教会であってそうでなきゃ教会じゃなくてアソシシエーション協力の教会になってしまいまいすねここが協力の教会になることがないようにと互いに祈っていきましょう手法にも書きましたけれどもこの半年間この教会が歩んでまいりました 来たりてみよう神の国がここにあるっていうそういった教会になりたいと私の最初の子に使わされてくる時のビジョンでありましたけれども未だにそのように思っております愛する巨大姉妹たちみんなでどうか山に登っていきましょう十字架のキリストまでたどり着きましょうそしたらまたそこから神様は大きな私たちに対する希望を与えて使命を与えて使わせてださる確信いたします お祈りします天の神様ありがとうございました今日もあなたが聖書の言葉を通してお語りくださいましたことを感謝いたしますどうぞ私たちがこの山の頂きまで十字架のところまでたどり着くことができるように導いてくださいイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン